P&AMPO, P&O, P&O, パニンシュラーオリエンタルス e n ムナビカンパニー、ペニンシュ a ーオリエンタルスチームナビゲーションカンパニーは、イギリスの船舶会社。1822年に、ロンドンの船舶仲立ち人、ブロディ・マクギー・ウィルコックスとセトランド諸島出身の、船員アーサー・アンダーソンが、イギリスとイベリア半島の間の路線を、 運行するためにパートナーシップを結んだ。1835年にはこれに、ダブリンの選手キャプテン、リチャード・ボーンが加わり、イギリスとスペイン・ポルトガル間の定期蒸気線航路を開設している。これが、P&O の前身である、ペニンシュラスチームナビゲーションカンパニー・パニンスラースチーム、ナビカンパニーであり、今日の P&O の旗も、ポルトガルの国旗、当時の白と青に、 スペインの国旗の赤と黄色を組み合わせたものである。1837年に英国政府のポルトガルとスペインへの郵便運送業務契約を獲得し、1840年にはエジプトのアレクサンドリアへの郵便運送も獲得した。現在の P&O は1837年に英国王室の直居、ロイヤルチャーターを受けて設立された直居会社で、それゆえ社名には、 PLC, パブリック・リミテッド・カンパニー、公開有限責任会社やリミテッド、有限責任委員会などといった国はついていない。その後1842年には、イギリスの最大の植民地である、イギリス領インドへの旅客サービスを、1845年には、同じく植民地であるシンガポールと香港への旅客サービスも開始。その後も、 日本や中華民国など世界中にその航路を広げた。ヨーロッパ日本間の就航は1860年。第二次世界大戦までは P&O の利益の源泉は政府との郵便契約であったが商用船や旅客船へも業用を拡大した。1914年には当時イギリス最大の海運会社であったブリティッシュ・インディアスチームナビゲーション・カンパニー、ブリティッシュ。 インドスチームナビカンパニーを買収し、1918年には、イギリス・オーストラリア間の郵便運送業のパートナーであった、オリエントライン、オリエントラインの経営も掌握した。1920年代半ばには相次ぐ、海運会社の買収で、船舶数は500隻と、ピークに達している。1920年には独自の銀行、 P&O 銀行も設立したが1927年には売却している。一方で戦争による被害も大きく、第一次世界大戦では85席を、第二次世界大戦では179席を喪失した。上述のように P&O は主にアジアオセアニア方面への東回り航路を中心としており、新大陸向けの西回り航路が中心のキュナード社と共に、 イギリスのフラッグキャリアの一つと目された。1945年以後、イギリスはインドやマレー半島などの植民地を次々と失い、それに伴いこれらの旧植民地への需要は衰退したが、オーストラリア路線は、イギリス他ヨーロッパからの白人移民、TN パウンドパームズが多数に上ったため、P&O は SS、オリアナなどこの路線向けの大型客船を建造した。 15隻の客船のうち最大かつ最後の客船である SS キャンベラは1961年に就航した。オーストラリアへは100万人以上のヨーロッパ人移民が渡り、その多くは P&O が運んだが、1968年にオーストラリア政府はこの移民計画を終了させている。P&O は以後、客船の多くを売却、解体し、 貨物輸送へと集中した一方、雇用客向けのクルーズ市場にも進出した。1959年には、タンカー市場に、1960年代半ばには、老老船市場に、1969年には、コンテナ船市場に参入している。1969年、ブリティッシュコモンウェルスシッピング、ブリティッシュコモンウェルスシッピング、ファーネスホイッティファーネス。 ウィズ &CO,LTD,Ocean Steamship Company, The Ocean Steamship Company, そして P&O といったイギリスの大手船会社が物流のコンテナ化に対応するためにコンテナ船会社 OVERCES CONTENARS LIMITED,OVERCES CONTENARS LIMITED,OCL を設立した。1970年代初頭には P&O はイギリスの船会社ストリックライン ストリックラインとハインイコールノース、ハインノースを買収している。1980年代初頭までに、P&O のドライカーゴの定期線路線はすべてコンテナ線に置き換えられ、1986年には、P&O が OCL に出資している他社の持ち分を買収し、OCL を P&O コンテナ、P&O カンテイナーズリミテッド、P&OCL へと改名した。 P&OCL は1996年に、オランダのコンテナ船会社ネドロイド、ネディロイドと合併して、P&O ネドロイド、P&O ネディロイドとなった。しかし2005年に、P&O ネドロイドは、デンマークの海運会社、A、P モラーマースクに買収された。1 9 7五年には、アイリス市会の老老線路線を運営するための、古海シャパンドロ、 パンドロ、ピー&、オーロロの略称を設立した。1987年には、タウンセンドトール船、タウンゼンドスレソンの名で、ドーバー海峡間のフェリーを運航していた、ヨーロピアンフェリー、ヨーロピアンフェレスグループを買収し、これを、ピー&、オーヨーロピアンフェリー、P、ーピー&、オエウロペアンフェレスに改名した。1998年には、パンドロと P、P オーヨーロピアンフェリックストーリミテッド、p オーヨーロピアン LTD を合併させ、アイリッシュ海路線を運営する p オーヨーロピアンフェリーアイリッシュシーリミテッド、p オーヨーロピアンフェレス LTD、通称 P&O ーアイリッシュシー P&O ーアイリッシュシーを発足させている。競争委員会、コンペティションコミッションによる指導もあり、1998年に、 P&O ヨーロピアンフェリーが解体した後、ファストクラフト、ファストクラフトの名でサービスが行われた。事業は、ポーツマスから、フランススペインなどへの路線を運行する P&O ポーツマス、P&O ポーツマス、キングストンアポンハルから、オランダベルギー方面への路線を運行する P&O ノーシー、P&O ノーシー、および、 ステナラインとの合弁による、ドーバー海峡路線である P&O ステナライン、P&O ステナラインに分かれたが、後に2002年に P&O がステナラインの持ち分を買収。P&O ステナラインは P&O フェリー、P&O フェレスへと改名し、さらに P&O ポを詰ますと、P&O ノースシーを統合している。 2005年には格安航空会社の進出などによる赤字を理由に、ポーツマスからシェルブール、ルアーブルへの路線を廃止しビルバオ行きのみが残った。1970年代以降、P&O は企業買収で事業を多角化させた。コンストラクションマネジメント、コンストラクションマネジメントや住宅販売を行うボビスグループ。 ボビスを1974年の買収化1999年の売却まで保有したほか、不動産開発、投資業、展示場や国際会議場運営など様々なサービス業に進出した。しかし1999年3月に P&O は海運、輸送業に資源を集中する決定を行い、これ以後多くの事業は売却、廃止された。 オーストラリアでの P&O の活動から生まれた港運業 P&O ボーツ、P&O ボーツと冷蔵倉庫、運送業 P&O コールドロジスティクス。P&O コールドロジスティクスは現地では市場を主導する地位を得ている。1999年以後、グループのさまざまな部門の売却が相次いだ。2002年10月23日、客船クルーズ部門である P&O プリンセスクルーズ P&O プリンセスクルーズ SPLC は分社化され2003年4月にカーニバルコーポレーションカーニバルコーポレーションに売却されカーニバルコーポレーション &PLC となった2004年6月 P&O は P&O ネディロイド社の株式の25%を売却しさらに2005年6月には P&O ネディロイドは デンマークの海運会社 A、P ・モラーマースク、売上高では世界一に買収されている。2005年10月30日にはドバイに本拠を置く世界有数の港湾管理会社であるドバイポーツワールド DPW が P&O を買収することが報じられた。当時世界第4位の港湾管理会社であった P&O は米国の主要港でもコンテナターミナル管理業務を 行っていたが、これらの部門もアラブ系の会社に買収されることは2006年2月から3月にかけて、米国で深刻な治安上の論争を巻き起こした。同年、DPW は、P&O の米国における、公安業務を米国資本の会社に売却している。DPW は、子会社化した P&O の本社をイギリス国内に留めている。 1987年3月6日、乗員80名と乗客459名を乗せて、ベルギーのゼーブルグから、イギリスのドーバーへ向かっていたローロー船形式の家客、フェリー、ヘラルド・オブ・フリー・エンタープライズ、ムズヘレルド・オブ・フリー・エンタープライズが自動車、搬入用のカーゴドアを閉め忘れたことにより、海水が流入し、ゼーブルグ沖合で、転覆、193名が死亡するという、 イギリス海運市場でも戦後最悪の事故を起こした。同船を運航していたタウンセンド通る船は1986年に P&O に買収されたところだった。裁判の過程で船長や船員のミスも問われたが会社の組織上や経営上の問題までが指摘されている。2002年 P&O が三菱重工業に発注した世界最大級のクルーズ客船。 ダイヤモンドプリンセスが建造中の長崎造船所にて火災を起こした。船は19時間燃え続け、総面積の4割を消失した。だが機関部が無事であったためこの船は破棄せず回収して引き渡されることとなった。P&O と三菱重工業は世界最大級の豪華客船を2隻引き渡す契約をしており、ダイヤモンドプリンセスを最初に サファイアプリンセスを2番目に渡すこととなっていた。そのため当時建造中であったサファイアプリンセスをダイヤモンドプリンセスへと名前を変えて2004年2月に引き渡され、火災にあった船はサファイアプリンセスとして同年5月日報へと引き渡された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。